Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. ¿Qué es esto? Sora está llorando. ¡Aruhime! ここは現次元。無数の忍者と流派が存在する戦乱の世。ゲームにいくつかの大国といくつもの小国に分かれ、それぞれが権威ある大名によって治められ、各国は独自の流派を持ち、頂上の戦闘力を有する忍者を抱え、鳩の国。この世界の二大勢力の一つ、コマンド術式により、マーベ国、この世界の二大勢力の一つ、アクション術式により、新この二大国の対立、戦は激しく深く、今宵もまた。はあ、今夜こそ鳩の国のシェアクリスタルを破壊させてもらいます。また私たちにやられるだけなのに、よく来るわよね。コンパ流の強さを思い知らせてあげる。任せてと言いたいところだけど、見せ場はもう作ったでしょ。そんな、せっかく来たのに。ねえネプちゃん、最近冷たい。昔は昔、もういい加減天守閣でやり合うのはやめましょう。確かにそれは大変そう。なんかごめん。おいアスカ、パープルハートの相手はするな。どうも調子。それよりもっと骨のあるやつがいるだろう。ピリピリとして。私のことか。てめえらを見てるのイライラすんだよ。戦うのもめんどくせ。物は言いようですわ。戦うとどうしても目に入ってしまいますもの。だからブランは戦いたくないのでしょ。うるせえ。ペールだって早く終わらせたわって。それはそうでしょう。夜も更け、エンジョイ勢は落ち、ガチ勢の。いい加減にしてください。Bien sabrosa. Ay, qué rica chuleta. Ay, ay, ay. これがコンパ流最強と歌われる女神4人ですか。そうよ、せっかく来てくれたんだから真剣に相手するな。ブラックアートさん、やはり女神4人の中でも。勘違いしないでよね。別にあなたたちのため。褒められて嬉しそうね。夜中に会いに来てくれるからって。そんなこと思ってないわよ。全員無駄口をたた。Rico, rico, rico, bien, rico。飽きすぎだ。やる気があろうがなかろうが関係ない。そうだね。なんだか女神四人と戦って。まあ長い付き合いだからな。まあ私たちは任務に従い、シェアクリスタルを破壊する。任務に従う。さすがはハニパ四人。それならば仕方あります。こっちのセリフだ。がっかりさせるなよ。ほむ。懲りねえ奴らだ。二度と来れねえよ。ぶっ潰。その不遜な態度、改めさせてあげます。ゆ、鎮魂のゆ。やっと盛り上がってきたじゃない。こっちはいつでもいいわよ。帰り討ちにしてあげるわ。これも忍びの定め、悪く思わないでください。アスカ、結局こうなるのね。女神の力、思い知らせて。Y luego si saben que uno es caliente, ¿por qué ponen este tipo de material? いざ。攻撃？あれを。上に巨大な物体が浮いていますわ。はっはっは。見たか、マーベ国の力。
そんな話は聞いていませんし。ハニパ4人が知らないのなら、鳩の国の秘密兵器ってことかし。おい、んなわけねえだろ。自分たちの城に向けて砲撃するやつがどこに。また撃ってきます。皆さん避けて。じゃああれは一体何なの。空中戦艦から光の柱が何か。ステータスクリア。ミッション機械の忍者。あの空中戦艦といい、見たことのない連中ね。エネミー、交渉を開始する。通告する。選べ。降伏。上等だ。どこの秘密兵器かと期待して損しましたが、しかしまた交渉決裂。フェーズ2。まだ降りてくるの。みんな確保撃破するわよ。こっちにも来るよ。よくわからんが、かかってくるなら倒すまでだ。仕方ありませんね。助け出す。この混乱に乗じればシェアクリスタルを破壊するチャンスだ。みやびちゃん、わかっている。もし破壊できたとしても勝てないと隙をついたと言われてはかなわん。デストロイ。あなたの相手は私。さあ行くわよ。私に任せなさい。
圧完了よ。終わったわね。ネプチューヌ、そっちも終わったようね。あの空中戦艦はもう見えないわ。機械忍者たち、よく訓練された動きでしたわね。それと、どこの国かだろう。あんなでかい空中戦艦を所有するくらいだ。イースンなら何か知っているかもしれないわ。ネプちゃん、大丈夫ですか？ええ、問題ないわ。アスちゃんたちも無事だったようね。マーベ国もあの空中戦艦のことは知らないのよね。ああ、少なくとも私たちは。はい、マーベ国のことも心配です。今宵はここまで。これからって時に邪魔が入ったな。次はこ、そうだな。私もいい加減。それはこっちのセリフよ。いつでも相手になる。それどころじゃなくなるかもな。そうですわね。私も。はい、私も胸がざわざわ。私はなんだかイライラするんだ。ウラン、落ち着きなさい。それじゃあ、アスちゃん、手伝ってくれてありがとう。はい、ネプちゃん、お疲れ様。なんだそりゃ、私たちは敵同士だぞ。わかってるけど、つい俺それもアスカさんらしいですね。お前らの相手は私たちだ。よくわからん連中にやられた。言ったわね。ネプー、なんか疲れたね。私たちはイストワールに報告ね。夜更けだけど大丈夫かしら。これだけの騒ぎですし、イストワールも起きていますわ。呼び出される前。そうね。それにしても今回のコラボってブランにしてはハード。うるさ。皆さん、遅い時間にご苦労様です。さらにハニパ流の忍者と謎。それでは何があったのか。それじゃあ私からするわね。いつものようにハニパ4人からの襲撃が。ノアールが説明している時間を利用してキャラクター紹介と言っちゃうよ。まずはノアールから。ラステの里の盗賊で変身した姿はブラックハン。真面目で責任感があって周囲に壁を作っちゃうタイプなんだけど、本当は寂しがり屋だから仲良くなると冗談素直になればいいのに、なかなかなれない。つまりツンデレだね。お次はブラン。ルウィンの里の盗賊で変身した姿は本を読んだり書いたりするのが好きで、普段はおとなしく物静かけど、ストレスがたまりにたまっちゃうとブチ切れちゃうから気をつけて。この子はベール。リーンの里の盗賊で変身した姿は大人な雰囲気で緑茶をたしなみ、仕事もできる完璧な女性。こんな小さいのはイーズン。本当はイストワールって言うんだけど、後の国の大名だから一番偉くて私たちに指示を。最後に私がこのゲームの主人公ネプテューヌ。プラネの里の盗賊で変身した姿はパープルハート。いきなり忍者になったもんだからびっくりしなかった。今回はタイトル通りテーマは忍者。まあこんなとこかな。コンパ流と鳩の国とかどこかで聞いたような名前ばっかりだけど気にしない。ちょっとネプテューヌ、聞いてるの？今どこかへ行ってなかった？仮にも大名の前なんだから真面目にちゃんと聞いてなさいよ。あれ、ノアールの説明ってもう終わってたの？そこは空気を読んでちょうど終わります。そんなの知らないわよ。勝手に困ってなさい。今は一通り報告が終わって、イストワールは急ぎかく。皆さん、お待たせしました。イストワール、何か分かり。いえ、分かりません。少なくとも私の知識に。レプー、何何、どうしたの？これは何事ですか？皆さん、外を見てください。そんな。ごきげんよう。
見せかけだけの戦国の世でぬるい馴れ合いを続け、 It's an honor to meet you。 お初にお目にかかる。はじめましての挨拶代わりに優たちにちょっとしたプレゼント。レッツゴー。はい、私たちはこのスチームノバでの移動中、上空を通過した全ての国に我が機械にミーからのプレゼントさ。そしていくつか、はい、楽しんでくれたなら幸いだ。日頃のお遊びではない。あ、これってさっき襲ってきた機械忍者のこと？そうですわね。内容から考えて先ほど話している場所は空中戦艦の中かしら。あと、いくつかの国を落としたって言っていたわ。それって、私…使えるべき主をなくし、路頭に迷うこととなった忍者の方々も多いはずです。私が行くわ。全力で行くぞ。私にいい選択ね。全力で行くぞ。私が行くわ。私に任せてくださいまし。の森を抜ければすぐにマーベ国です。ですが森の中は。そんなの気にしないで、森の真ん中を突っ切っていこう。待って、最近森には強力な妖怪が出るって噂よ。森の主が出た。森の奥は迷いやすいし、まして。つまり森を突っ切るってことだね。どうしてそうなるのよ。だって敵やら危険があるって話はブラグでしょ。まあ私も迂回だなんて考えて。そうね、私も知って、うん、こうなると。オッケー。それじゃあ、変身完了。せっかくだから張り切るのはいいけど、これは遊びじゃ。当たり前だろ。そうだ、主に出会ったら頼もしいですわね。私に任せなさい。
私にお任せを。ものだといいわね。これはきっと美少女が襲われているのよ。戦っているような音がしてきませんか？おい、それだと大変じゃねえか。妖怪が？どういうことだよ。襲われているからといって助ける必要はなかった。